でもなんかすると思ったら大間違いだよ。感動が。さあ、ということで今日は演者の皆さんにファンの方にもらってめちゃめちゃ嬉しかったプレゼント聞きました。なんかオタクの皆さんからよくこのキューちゃん動画とかでもそうですし DM とかでもなんか何をあげたらいいのかもう分かりませんっていうすごく日々来てたので、じゃあもう押され側の人に聞いちゃいましょうよってことで演者の皆さんに聞きました。前回も演者の方からいろいろ募集したんですけれども、その時も謎裏垢からいっぱい来たんですが、なんと今回も謎裏垢からいっぱい来てる。ありがとうございます。マヌカハニー、過去声を使う仕事をしていました。マヌカハニー。あのね、マヌカハニーは大好き、助かりますね。ちょっと高い蜂蜜なんだけど喉にすごく良くて、やっぱ使うじゃないですか喉、だから舐めるんだけど、それがもらってめちゃめちゃ嬉しかった。高いからね、これもらえたら嬉しいですね。マヌカハニーすごい。マヌカハニーはいいよね。ヒートテック普通に実用性があるあるけど確かに助かります。いくらあっても困らないヒートテックは。違いないです。いつも握手会とかで黙って行っちゃう子から手紙をもらって、内容が本当に可愛くてもだいました。あ、わかる。握手会でさ、緊張してさ、なかなか喋れずにそのままいなくなっちゃったり、あんまなんか楽しんでんのかなこの子、私のこと本当に、俺のこと本当に好きなのかなと思ってるような子が手紙をくれた時に好きな気持ちがいっぱい溢れてたり、自分のことをたくさん書いてくれてたりすると、あ、かわちゃパラドって思いますね。わかります。そうやって緊張して喋んない方とか本当わかんないじゃん、どういう方なのか。だからちょっとそういうところを知れる、だからファンの方のことを知れるのって嬉しいよね、こっちからするとさ。エアポッツ助かりまーしや、助かります、助かります。ニンテンドースイッチニンテンド誰だろう、裏垢だなきっと。ニンテンドースイッチは嬉しいですね。うちも2台あるんだけどさ、自分で買ったのと番組の景品でもらったスイッチがあるんだけど、壊れちゃったりした時にとか、僕はね1台だけ使ってます。1台はそのまま置いてる。これが置いてある、ずっと置いてあるやつ。この子は置いてあるやつ、何も使ってない。元地下アイドルです。デパ地下とかで買える美味しいお菓子が一番嬉しかったです食いしん坊アイドルあんま自分では買わないような高級なデパートの地下で売ってるお菓子とっても嬉しいです自分で買わないものとか嬉しいですよね。美味しい食べ物いいよ。昔 MacBook Air と PS4 をもらったのはびっくりしました。でもやっぱりお手紙が一番。本当にちょっと言いこぶってない最後。でもやっぱりお手紙が一番。いや、お手紙は嬉しいんだけれど、MacBook Air と PS4 をもらったのはびっくりしました。でもやっぱりお手紙が一番。ちょっとさ、守りに入ってない？ん？MacBook Air と PS4 をもらったのはびっくり。でもやっぱりお手紙が一番。もちろんです。お手紙が一番。可愛い封筒に入れてくれたおひねり。嬉しくないわけない。お金ってあげれなくないですか？あげれるところがあるのか？お金なんてあげれるとこあんだ。おひねりってお金でしょ？だってなんかそれでも受け取っちゃったらさ、お金を受け取っちゃうとさ、なんかさ、その後怖くない？なんか何があるかわからんよ。思いませんか？ニンテンドースイッチを欲しいものリストからもらった時はマジでってテンション上がりました欲しいものリストに入れとんだよ。欲しいものリストってさ、いいのか？欲しいものリストって、欲しいリストについて一回話し合いたい、みんなで。もういろんな押されてる側の人と押してる側のオタクの人とみんな集めて、推しが公開してる欲しいものリストというのはありなのかっていうことについて一回みんなで話し合いたいです。ちなみに僕はもし欲しいものリストあげるとしたら絶対に一番上にマンションって入れます思いが詰まった手書きのお手紙。じゃあ本当にでもね、本当にそうなんよ。お手紙ってでもとってでも嬉しい。手紙ってね、マジで嬉しい。それこそ受け取った時も読むけど、なんかちょっと自分に自信がなくなっちゃった時とか、ちょっと元気がない時とかに読むと、あ、頑張ろうって思えるんだよね。お手紙何書いたらいいか分かんないとか言う人もいると思うんだけどもね、何でもいいよ。ほんと好きな気持ち書いてもいいし、それこそ自分のこと書いてくれててもいいし、何でもいいんだけど、本当に嬉しい。その自分に書いてくれたってことが嬉しいから、お手紙、ほんと嬉しいんだよ。みんな推しに素敵なお手紙書いてあげてください。僕へのお手紙はこちらまで。
家家もらったん？今笑ったけど、え、家もらったの？バレてますやん、場所。家とかってもらえるの？え、なに、シルバニアさん的な？ガチ家？監視下にいるってこと？あら、パイパイさん、パイパイデカミさんが送ってくれました。目が好きだからアイクリームみたいな好きな理由ありきのプレゼント嬉しかったです。女子乙女口が好きだからリップとか、目が好きだからアイクリームみたいな、あ、そう、好きなとこがあるからそれに対してこれはプレゼントみたいな。あ、そっか、パイパイさんが改名しましたよね。じゃあパイパイさんって呼ばない方がいいんだ。パイパイさんって呼んでるからさ、僕デカミちゃん、デカミちゃんからいただきます。天岐阜1万まあね、まあね好きなものそっちで買ってっていう、くちゃかいわかいかいかちゃくちゃかちゃってホットアイマスク大量に来た時はもうそれはそれは重宝した目使うから照明もめっちゃ当たるし、ステージに立つ推しだったらね、スタジオとかで撮られてるおされだったらそれこそ照明すごいし、インフルエンサー系だったらやっぱ画面めっちゃ見たり、もうパソコンとかでもめっちゃ目使うから、目はね、どのおされも何かしらでめっちゃ使うから、ホットアイマスクは助かるんじゃないでしょうか。元演者の妻ですが、演者の妻、元演者の妻から来た入浴剤はテンション上がって嬉しかったです確かにね、でもオタクからするとあんたのためにあげてんじゃないよって気持ちではあるだろうけどもあんたが入ってんのっていうありつつ、まあご家族からしても入浴剤は嬉しかったみたいな、あんたのためにあげたんじゃないんだけどって絶対オタク思うだろうな。絶対にそう、絶対にあんたのためにあげたんじゃない案件ですよこれは。何でも嬉しいけど日用品とかかな。あと美容系確かに美容系はね嬉しいです。気になっている美容系とかもらった日にはカーメしちゃいましょう、カーメしちゃいましょうってなるんじゃない。女子なんて特にさ、酔い止めかっこ戦場ステージみたいなところでイベントあった時船酔いすごくて死んだ、マジ神酔い止めなんてプレイ戦場ステージってすごい、船酔いすごくて死んだ時に別に運営が酔い止めの薬くれたんじゃなくてオタクがくれたってこと準備がいいこと、助かり申す、助かりモース。こちらも謎裏かから来てますね。誰なんだろうか気になるな。でもその本当に実用的の上を超えた、もう今使いますっていう、もう保健室っていう、保健室の先生なんだっていう、助かりますね。運営より運営っていうね、支えられてますよファンの皆さんに。どんな時でもブランド物のバッグ、まあそれ嬉しいだろうね嬉しいと思うよ、売りに妥協出さないで使ってね。あ、ソワちゃん、ソワマンちゃん、お米のチンするやつ何それ、何お米のチンするやつって何だろうかね。お米のチンするやつって何え、砂糖のご飯とかをチンするやつってことでしょ。え、レンジじゃなくて、電子レンジじゃなくて米専用チンがあんのそれがめちゃめちゃ嬉しかった。あ、そう、ソワさん受ける、米チンが一番好きだったのね。へえ、何、米チンって気になる、専用が気になる。シンプルに会いに来てくれるのが一番、それはそうや、それやっぱそう、会いに来てくれるのは嬉しいです。やっぱり世の中が今なかなか自由に会いに行ける状況ではないので、住んでる場所とかにもよると思うんで、置かれてる環境によって会いに行けない人も 今はいると思うんですけど、だからやっぱそういう状況が良くなったらやっぱり推しに会いに行ったら喜んでもらえるから会いに行きなさいよ。生で見るのが一番だしね、オタクからして、しやっぱこういう状況の中でも会いに来てくれる人がいるっていうのは本当に嬉しいし、ありがたいし、本当にありがとうって、こういう状況の中でも会いに来てくれる時間を作ってくれて本当にありがとうございますってめちゃめちゃ思います。僕ライブとかイベントとかもそうだけど、やっぱ当たり前じゃないから、そんな中でこうやって会いに来てもらえるっていうのはとっても嬉しいですね。ありがとうございます。僕も春にツアーやるんで、ぜひ遊びに来てください。東京、名古屋、大阪、福岡、仙台行くんで、ぜひ軽率に来ていただけたらなと思います。 あと、あれだ、あの僕スカルプ D のまつげ美容液の3月限定アンバサダーに就任したのね。で、3月19日に会いに来れるんで、皆さんぜひ会いに来てください。東京、名古屋、大阪、3月19日に行くんです。1日で行くんだけど、僕に会えるんでぜひ遊びに来てください。3月4日までなんで、応募して当選したら会えるんで、あのぜひおしゃべりもできると思いますんで、応募が3月4日までなんで、概要欄からぜひ。シンプルにパック、あとは入浴剤とか T シャツ、あ、パックとかさ、一
くらでも使えるじゃないですか。嬉しいよね。消耗品っていうかさ、美容消耗品も嬉しいですよね。T シャツも。だからレッスンとか多いしさ、アイドルの子だとしたら、稽古とかもあるだろうし、俳優さんとかだったら、T シャツなんて何枚あっても嬉しいからね。嬉しい言葉、素敵。嬉しい言葉が一番、確かにそうかも、言葉が一番染みるかもしれません。ありがとう。はい、ということで、まあいろいろありましたけれども、なんだかんだ、もう何をもらえるって、まあ何がもらえたら嬉しいとかはあるんだろうけど、あるっちゃあるんだろうけど、なんかもう、推しのためにこれあげようと思って、自分のことを考えて、なんか、時間を使って、プレゼント買いに行ってくれたり、お手紙書いてくれたり、わざわざ時間作って会いに来てくれたり、なんか自分のために何かしてくれてるの本当にありがたいなってみんな思ってると思うんで、何でも嬉しいよ。まあ、家もらってた人おったけど。素敵だね。はい、送ってくれた演者の皆様ありがとうございました。表のアカウントから送ってくれた方も、裏側から送ってくれ、裏側の人がすごく多かったけれども、送ってくれてありがとうございました。暑い雲が晴れていたら何しちゃおうかな、つぶやくたび大切な人を思う、思い通り縦に長い魚の上で僕らは自由ね、そうだろう、繋がるのは簡単なことさ。